先週愛知県三好市で開かれたサッカーの大会、県内の小学4年から6年までのおよそ60人が集まりましたが、後輩ももちろんなんだけど、楽しむサッカー楽しいな、スポーツ大好きだっていうふうに言ってもらえるように、小学校の部活動やクラブチームに入っていますが、普段なかなか出場機会に恵まれない、いわば補欠だった子どもたちです。コンセプトは勝敗よりサッカーを楽しむこと。出場した子どもたちに楽しんでもらおうと、いろいろな演出が。すごいね。右利き。髪を編み込んだり、ワックスやジェルで髪をセット。編みたら自分らしくかっこよく。試合前にはスタイリストが子供たちに似合う髪型に仕上げたり。フィールドプレイヤー背番号9、井上陸斗。スタジアム DJ によるプロ顔負けの選手紹介も。さらに、観客席の皆さんはですね、そちら向きに選手たちが向かいます。楽しそうにやってるとかいうところは、おそらく赤色の元サッカー日本代表の玉田圭司さんらがチームの監督を務めます。行くぞ。この日初めて顔を合わせたメンバー同士で元気よく円陣を組んで試合開始です。4チームに分かれて前後半10分ずつ交代しながら全員が出場します。そして玉田監督自らもグラウンドに。すると早速、絶妙なスルーパスからゴールをアシスト。笑顔で楽しく全力のプレーを楽しみました。いろんな人とお仲良くできたし、いろんな人と試合ができて楽しかったです。パス回しとか、休憩時間に話したりとかが楽しかったです。開会式の時に、前のキーパーの子とすごい仲良くなりました。まあ、勝ち負けっていうよりも、それ以上になんか自分に与えてくれるものって僕はあると思ってるんですよね。そういうのは気づいてくれると嬉しいですね。